いやーだからねこれ収録した時はこういう形でまさか流れると思ってなかったんですよ。大事な ねシーンでこんな使われると思ってなかったよね。ねそうまあ、これこの曲についてもですね先生とこの間対談させていただいておっぱいドラゴンの歌について対談をねおっぱいドラゴンについてなの、その歌について歌についてもいやだけじゃないよ。びっくりした歌についての対談とありましたけども、なんかまさか歌ってくださるとはみたいなところから断られるところ全然にちょっといやでもだってねこれまあキャラソンっていうか一世自身がねこの本当にこの世界で歌ってるわけですから、そうだよね、それを演じさせていただいてる身としては歌って当然かなっていう。すごい気持ち入ってるもんねうっぱいっていうね、だけど節回しがイライラ。ちょっと真似して歌って、ズムズムイヤーちょっと待ってちょっと待ってあれ何ですかね、そんな風に聞こえてます。恥ディスり、恥ディスってんのまあこれでもねしかもさカラオケで歌えるんでしょ。これ歌えるんだよ、カラオケに入ってる。すごいよね、なんで入れたんだろうみんな歌いたいからだろうが決まってるでしょ。海外のファンの人とかも、はい、DD ファンの人とかもこの歌歌いたくて、はい、いっぱい練習して日本にこうイベントとかで遊びに来た時にカラオケに行って歌ったってお手紙くれたよ。すごい、うん、いや僕だって昨年フィンランドでねイベントがありました。そちら呼んでいただいたんですけども、うん、僕の代表作は大きな人を駆逐するあの作品とですねもう一つの代表作ハイスクール DD です。それはもう海外ヨーロッパを中心にみんなおっぱいドラゴンの歌はみんな口ずさめますよ。いやじゃあカラオケで歌うコツとか教えてよ。どうやったらいいの。まあもうだから気持ちは一世になることでしょう、もう一世になること。おっぱいおっぱいのことを考えましょう。カイさん何言ってるんですかこれ生放送ですよ。いやいやどういう気持ちで歌ったらいいかって聞くからねいやでもこの楽曲ですね、だいたいこういうキャラソンみたいなものって収録の時間ってまあ3時間とか4時間とかね、こう抑えられててその中で歌うわけですけども、まあこれもちゃんと4番ぐらいまであるんだよ。長い歌なんですけども、1ページ丸々歌詞がそう信じられないんですけどね、30分ぐらいで終わりましたよっぽど僕とおっぱいドラゴンの歌の親和性が良かったんでしょうね。そのぐらいこう僕はもう何も雑念なく一世になりきってただただおっぱいドラゴンとしておっぱいの歌を歌ったと。目をつぶりながらおっぱいドラゴンの歌について語るなそんな僕は一世役ですから、まあね皆さんもぜひねおっぱいドラゴンの歌カラオケで歌ってみてください。しかもなんか音楽配信サイトとかでも入手可能ですし、さっきのサウンドトラックも収録されてますので、静香さんがねおっぱいドラゴンの歌大好きで毎週アフレコ現場で口ずさんでましたし歌ってるし、あの人マジで買ってるダウンロードしてる本当に。田中理恵さんも大好きって、ね、登場するね田中理恵さんですけども、歌えてましたね。そうセリフに混ぜてこうメロディーを口ずさむぐらいに、ね、ちょっとそれはやめてって言われてましたけどねここまでやらなくて大丈夫ですよ。作品愛をね感じてとても嬉しかったですけども。